皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。はい、白猫プロジェクトやってますよ。ランク168になりましたね。5倍のアイテムね、そろそろね、ちゃんと使わないとな。もうそろそろ期限が切れそうらしい、噂によると。で、今回なんですけども、何をやるか、っていうところなんですが、まあなんかね、コメント欄で凱旋やった方がいいよみたいなっていう話を聞いたんですよ。なので凱旋のガチャでどうやらね、とんでもなく強いキャラクターがいるらしい。見てみようか。せーの、ポチ。シエラっていうのかな、白猫温泉物語ね。これシエラスキルニルグ、この子がね、まあ強いらしいよ。なのでちょっと今回はジュエル2000個用意したんで引いてみようか。いってみっか。シエラね、ちょっともう一回見る。見た目見ないと分かんないから。エルノアじゃない。じゃあいきます。これね、金髪の目が赤い子ね。じゃあ行こう。いやー、なかなか当たんねえと思うけどな。かなり強いらしい。今データ何のしたよね。1つ、あれ2つ、あ、やばい、3つ、4つ、やばい、11分の4しかない金が。まあでもダウンしたから金が来るで。そんなことないよね。違うよな、多分。いや、あれは一致したよ。金の神で目が赤いのは。え？あれ？あ！え？あ、2個当たった。おい！どういうことや、これ。どういうこっちゃ。じゃあ。もう終わっちゃったから、こっち10連して、その、星5確定を2個、ゲッチュしちゃおうかな。うん。星5確定だよ。でかいだろ。さあ、来いよ。1つ、2つ、3つ。3つ？また？え？ 3 つじゃん！ヤバスクリニック。どうした？凝縮された3つなのか、さっきみたいに。ガオン。おい、ちょっと待ってくれ。3つ、おい、残り3つか。1つ目、違う、2つ目、何お前、3つ目。おお、光のアイリス。あ、そっか、星を確定しないか。ふざけんなお前。よく考えたら、おい、じゃあ、あと2回引こうか。星5確定だし。ね。いや、激アツでしょう。1、2、やべえ、3、4、5、熱い、6、7! よし、久しぶりにちょっと調子いいぞ。ちっきしょう。1、2、3、よし、2、何かおじさん、3、4、やばい、5、スターレン欲しい、6、いや、格好好きだけど、来た、なんだお前、あ、終わりか、っていうか分かんないけど、OK、じゃあラスト10連かな、これで、ね、あれさ、さっきのシエラだっけの武器って持っといた方がいいのかな。1、2、3、え、3って星5確定だろこれ。3分の1がもう星5確定だから、残りの2体で分化しなくちゃいけない。すっぺー、どうー、これね、これ確定分ね。じゃあ残り2個いいの、これよ。オーマイガー、僕は世界一美しい
ジ？すげえ。それはすごい。これなんだっけ、虹のハイルーン、虹のスタールーン。よし、結局あれなんだよね、あのスタールーンがあればどうにかなる。あ、待って、一応武器持っとくか、いいのか分かんないけど、ちょっと一応引いとこう。シンラーズグリーズ、ちょっとだけ引きます。30連引きます。まあ一応ね、来いよ金。よし、シンラーズグリーズ。まあそう簡単にもこれも出ないと思ってんだよね、これね。だよね、はいはい、分かってます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 。なんか出たけど、でも1個、これ何、かっこいい、イービルウィッグ、モンスターハンターに出てきそうな武器やな。20連目、さあ頼むぜ。金、おお、いいね。なんか惜しかったね今ね、双剣ではあったんだけど。ガウン。ちくしょう、次だ、許さんぞ。金、よし、いいぞ。くっ、違う違う、金、銀じゃない、銀いらない、金。何今の、これ何、さっきの、さっきの武器何、レイピアみたいな、あれ、これ持ってる気がする。アウラーイエラッキー。ラスト10連します、これで終わり。最初銀か、スペナ早いんだよね。銀ばっか、ちょっと待って、銀、ギブギブギブ、それは銀部、銀部アップ、それはひどいよ、それ詐欺だよ詐欺。もうラスト10年引くよ、もうこれで終わりだからな。ナイトマラトマラマーライオン、お前終わりだからな。金、よし、あーあーああ違う、銀やめろ、なんで銀ばっかなの。やるだろ、まあ使っちゃおうか、ジュエルせっかくあるからな。オーマイガー、まあ最初銀だといいの出ない気がしたんだけど、気のせい、気のせいなんだろうね。めっちゃ金出るけど3ばっかだな。ラズベストナイフ、あ、これ違うだろ、ラズベスト違うな、ちゃうな、これラスト10連いく。ポーン、よし来い、ラスト10連なんだから頼む。あ、待って待って、何何何何何何、分かんない、どれが何、どれなの、下5個がすごいことになってる。ヘイル、え、ヘルフィオトゥル、ルーンシティラビット、なんか違うな、ラズベリーね、違うよな、これラーズグリーズだもんな、ラーズグリーズ、ラーズグリーズってなんだよ。じゃあラストこれだな、もうどうしようぞ、お前分かったな、このシングルで俺はいいの当てて終わりだよ。はい、ということで以上、ギコちゃんでした。バイバイ。